はい、どうも、ゆうたです。今日はね、すげー光ってる。パワー。今日はこちら近藤エンジニアリングさんのカーボンディフューザーをちょっとつけていきたいと思います。でね、商品はこちら、フルカーボンになっております。いや、軽いね。はい、で、取り付け穴はここと4箇所みたいですね。で、これも入ってました。カーボンディフューザー、はい、こちらになっております。他にもね、リップ、俺が買ったリップ、アンダーパネル開発中、これはね欲しいんですよ。あとカナード、エアインテークガイドパネル、ボンネットね、はい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 、40万ぐらいですよね、フルカーボン。はい、取扱い説明書もね、こんなカラーで綺麗に見やすく、付属のボルト、リアディフューザーつけてみた。あれ、なんか見覚えのある動画じゃないですか、これ。桃美内さんですね。はい、で、取り付けもね、この場所こんな感じで書いてあります。取り付けなんですけど、こちらの、STI は純正だと取り付けできるっぽいんですけど、ここクスコパワーブレースに変わっていると、付属品では取り付けできなさそう、できないみたいなこと書いてあったんで、こちらなんかね、僕の方でワッシャーかますなり、長いボルト入れるなり、工夫して取り付けたいかなと思います。はい、でもう一個の固定のボルト、これかな、今自分のディフューザーついちゃってるんですけど、まあ取っ払うんで、そこかな、そこに取り付ければいけるかな。今ついてるやつもね、別に格好はいいんですよ、格好がいいんです、かっこいいんです、あんまりつけてる人もいないしね。だけど多分重いんだよね、これ。重いのと、あとね、もうこれただの見た目重視、ここのフィンがどう効いてるかわかんないけど、ここまでしかないのよ、奥まで行かないの、近藤さんのあの奥まで行くんで。まあ、あとはね、フロントから、フロアから、来る仮面の、流量とかね、そういうのによっても、後ろが効く効かないとか、あると思うんで、ちょっと空力博士じゃないんで、僕全くわかんないんですけど、多分そういう兼ね合いとかもね、あると思うんですけど、とりあえずまあね、ちょっとつけてみようかな。重量だけでもやっぱ、軽くなると思うんで、まずこちらを取っていきたいんですが、これがね、その辺に、ここについてんのと、あとまあ横かな。これがまためんどくさいんだ。はい、こんな感じです。今外してみたんですけど、大きさはちょっとね、違いますね。長いですね。こっちの方がやっぱ効きそうっすよね。はい、はい、ですね、まず取り付け穴の位置の確認、マフラーハンガーの横のこちらボディ、こちら裏にも手が入ります。穴、何もついてない穴があるんで、ここボルトナットでつけます。で、こちら、
で、その後にこのパワーブレスね。純正は黒いやつついてると思いますが、僕はクスコの強化に変えてますんで。でね、強化にするとここがこう溝になってるんですよね。それで、取り付け負荷という風に書いてあるんですが、取り付け負荷というか、なんだっけな。付属のボルトで取り付けられないだけなんで、ワッシャーをかましてあげれば、取り付けられます。で、付属のこちらのカラーが、ついてるんですけど、多分フレキシブルのやつとか、それ用のやつで、長いボルトも一応用意されてるんで、これにプラスで、自分はこのワッシャーを持ってるんで、これをかましてあげれば、ここと同じ平らな面、面出ますんで、そちらで取り付け可能かなと思いますんで、そちらでちょっと取り付けしていこうと思います。よいしょ。感じでついてます。はい。で、向こうもこういう感じで、感じね。今まだ仮止めなんで、ちょっとこれから本締めしますけど、とりあえずつきました。で、マフラースーパーターボなんで干渉はありません。はい。で、外から撮った感じもこんな感じです。はい。あ、いいね、かっこいいね。で、こっちはね、高さ2段階調整あったんで、もう一個上にも行くんですが、僕はちょっと下げとこうかなーってね。はい。はい、今ね、取り付け終わって、横も取って、ちょっとやっぱ横ないと寂しいね。横はちょっとね、今頼んでるのがあって、近藤さんでもね、開発してるらしいんだけど、ちょっとそれを知る前にも頼んじゃったんで、はい、こんな感じです。いや、いいね。ちょっと下ろしてみましょうか。ちょっと下ろしてみますね。いけるぜ。よかったよかった。
横のねバリスのサイドのやつをちょっとね頼んでたんですけど、それも届いたのでちょっとつけました。でボルト2つです。クリップがついてたところにつける感じです。いいね、やっぱこれあるのとないのじゃ全然印象が違うんで、いいね、かっこいいね。多分重量も前つけてたのより多分こっちの方が軽いかなという感じです。